はい、それではリアム選手の、インタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想をお聞かせください。まあ、とりあえず勝ててよかったなって感じなんですけど、まあ、ダウンも取れて、まあ、その打ち合いっていうか面白い場面作れたんで、まあ、それは良かったかなと思います。反省点はいっぱいあります、はい、対戦相手の青瀬選手、実際戦ってみていかがでしたでしょうか。強いのは分かってたんですけど、まあ、その自分がうまく作戦自分で立てた作戦と、まあ、セコンドの声しっかり聞いてできたんで、いいところは潰せて戦えたかなって感じです。はい、はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。まあ、青瀬選手は、まあ、50スーパーバンタムでも結構トップっていうか実力ある選手だと思うので、まあ、そこにしっかり勝てたんで、まあ、自分もこれからトップ戦線に入って、まあ、K1 も9位だし、まあ、クラッシュも K1 クラッシュも両方でタイトル狙っていきたいなと思います。はい。